現地10月25日に行われたワールドシリーズ7004勝制第1戦はフレディ・フリーマンの逆転サヨナラ満塁アーチでロサンゼルスドジャースがニューヨークヤンキースに劇的勝利した動画大谷翔平が2塁打、トーレスが補給ミス、大谷が3塁へ進塁、ベッツの犠牲フライでドジャースが同点に追いついたシーン。 ドジャースは5回にウィル・スミスの犠牲フライで先制するも6回にヤンキースの4番ジャンカルロ・スタントンにツーランを浴びて1対2。8回裏に1番の大谷翔平があわや本塁打というフェンス直撃の二塁打を放つと、相手の失策の間に三塁へ進塁。続く2番ムーキー・ベッツが犠牲フライを打ち上げて、大谷が本塁を踏んで2対2に追いついた。 延長10回には1試1 3塁の場面で7番アンソニー・ボルペに夕頃を打たれ、その間に三塁奏者のジャズ・チゾム・ジュニアが生還して2対3。それでも10回裏に四万塁で、フリーマンに劇的サヨナラ満塁弾が飛び出して、ソドジャースがワールドシリーズの初戦を制している。米メディア、ヤフースポーツは試合後の記事で、 グレーバー・トーレスの失策がヤンキース崩壊のきっかけに、という記事で、トーレスのミスが勝敗を分けた分水嶺だったと指摘した。大谷がフェンス直撃の二塁打を放った後、ヤンキースの二塁手トーレスが手前でバウンドした返球を処理しきれずに引いてしまった。これを見た大谷は二塁から一気に三塁に到達。 この後、ベッツの犠牲フライでドジャースが8回裏に2対2の同点に追いついた。MVP 候補の大谷がフェンス直撃の打球を打ち、右翼シュフア不安外が返球したボールはトーレスの手前でバウンドした。トーレスはグラブを覗き込んだが、そこには逃した大きなチャンス以外何もなかった。ドジャースとヤンキースのワールドシリーズ初戦は一瞬にしてな勝負となった。 フリーマンの逆転サヨナラ満塁アーチは、ファンの記憶に永遠に残るだろう。しかし、フリーマンの歴史的な一撃は、その2イニング前のヤンキースの決定的なミスによって可能となった。トーレスは、外からのショートバウンドの返球を逆シングルで補給しようとしたが、無人のマウンド方向に引いてしまった。 このプレーを同メディアは、体でボールを抑えるのではなく、シングルバックハンドで取ろうとした。いつもなら難なく成功させてきたが、状況を考えれば、信じられない軽率なプレーとなったと指摘した。外はカットマンのアンソニー・ボルピーに返球すべきだった。なぜ投手トミー・ケインリーは三塁のカバーに入っていた。 一類種のアンソニー・リゾはどこにいたのか。このワンプレイについてはいくらでも議論ができる。もし大谷が二類のままだったら、ドジャースが同点に追いつけたかは疑わしい。そのワンプレイで試合は新しい局面を迎え、混沌とした忘れられない結末へと突入した。トーレスのミスが、ドジャースのチャンスを開いたのだ。試合後、トーレス本人は、 次にああいうプレーがあったら、体でボールをブロックするだろう。あのプレーは結果的に大きなプレーとなってしまった。特にこういう試合では、些細なことでも大事なんだと語った。同メディアは、レギュラーシーズン中も集中していないようなプレーがあり、彼のグラブは二類種として信頼を呼ぶものではなかったと批判した。打者としてはチーム最高打率と、 アーロン・ジャッジ外に次ぐ3番目の出塁率を誇っているトーレス。この一戦で5打数2安打、12塁打とリードオフマンとして2度も出塁した。しかし守備面で見せた一つのミスが、結果的に敗因の一つになってしまった。